それでは行きましょうか。どうぞ、お嬢様。ミモス・メクシー・ムシュー。なんて、なんだか楽しくなってきました。今日はどこに連れて行っていただけるんですか？どこを行こうか。どこでもいいですよ。隊長が決めてください。そうだな。よし、とにかく行ってみようか。クラリスは本を読むのが好きみたいだから、本屋なんてどうかなと思ったんだけど。この本屋さん、いつも来ているんです。そうなのか。じゃあ他のところに行った方がいいかな。いえ、大丈夫です。いつもと同じ場所でも違う気持ちになれそうで、デート実験には最適ですよ。そうかい、クラリスがそう言うなら。行きましょう、神山隊長。今日はどんな本に出会えるのかな。どうした？いえ、そのちょっとデートっぽいかなと思いまして。デートっぽい？あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎたから。いえ、大丈夫です。神山隊長って優しいんですね。優しい？ありがとう、素直に嬉しいよ。私が男の人を優しいと感じるなんて、自分でも少し驚いています。デート実験を通じて少し俺のことを分かってもらえたのかな。そうかもしれません。こうして相手のいいところに気づいていく、それがデートの良さなのかも。ですね。そうだな、たくさんの本に触れるのは新鮮だったよ。隊長は普段どんな本を読むんですか？本？戦術書が多いかな。作戦を立てる時の参考になるしね。さすがは隊長ですね。日頃からの努力、素晴らしいです。まだまだ未熟者だから努力するしかないんだよな。努力しようと思ってできるのは才能です。誰でもできるわけじゃありませんよ。なるほど、そう言われると嬉しいな。ありがとう。よかったよ。それで脚本には行かせそうかい？それはまだ。デートってこういう時どうするんでしょう。そうだな、
恋人っぽく手をつないでみようか。はい、そうですね。どうした？ごめんなさい、恥ずかしくて。おかしいですよね、ただ手をつなぐだけなのに。でもこのドキドキ、これがデートの気持ちなんでしょうか？きっとそうだよ。ちょっと残念だけど、少しは役に立てたかな。それはそうと、こっちに面白そうなものがあるな。行ってみよう。楽しめそうですね。ああ、早速乗って。あれ？どうしたんですか？ごめん、クラリス。残念だけど、まだ乗れないみたいだ。近日開始予定。そうなんですね。乗ってみたかったですけど、仕方ないですよ。こればかりは、そうだな。それじゃあ次へ行こうか。はい。でもいつか乗ってみたいです。大切な人と二人で。そろそろご飯でも食べに行こうか。はい、お任せします。よし、この近くでどこか美味しくて雰囲気のいい店は。そういうことならうちのお店がおすすめだよ。うわっ、何のつもりだ。やっほー、お二人さん。ユイさん、なぜこんなところに。いいからいいから。はい、お二人さんご案内。ちょっと、あの、中華料理屋。ユイさん、これは一体。それについては俺が説明してやる。シャオロンまで。ここは中華料理屋新龍軒。この店こそ、この俺が中華鍋を振るう帝都一番の中華の名店。そしてなにを隠そう、我が上海歌劇団の秘密基地なんだ。秘密基地、中華料理屋が歌劇団ごとに個性的な秘密基地があるんですね。ま、せっかく来てくれたんだ。俺の絶品料理たっぷり味わっていけよ。ドリアー！すごい、なんて火力なんだ。ふふん、すごいだろ。最初は炎の召使いって二つまであるんだぞ。炎の召使い、確かにすごい気がします。違う、炎の召使いだ。最高にうまい飯でみんなの心をとりこにするのさ。なるほど。さ、できたぜ。その名も上海ドラゴンチャーハンだ。わあ、とても美味しそうです。しかし、この匂いは。
たまらん。なんてうまそうな匂いなんだ。いただきます。これはうまい、うまいぞ。味だけではない、香りが深い。ガツンと香ばしく、それなのに軽やかだ。これは素材の力だけではない、まさに火力が生み出した力強いドラマそのもの。このチャーハン、歴史的一品と言っていい。見事だ、上海ドラゴンチャーハン。なんだお前、評論家みたいだな。こんなにうまいチャーハンを食べたのは生まれて初めてだ。ティッパ、私も初めてです、隊長さん。見たか、これがホローの召使いの実力だ。まだまだあるからどんどん食べてよね。すごい量のご飯でしたね。お腹いっぱいです。俺もだ。ちょっと苦しいぐらいだな。でもすごくうまかった。はい、でもデートって雰囲気じゃなかったかも。確かに。この後はどうしますか？そうだな、そこのお二人さん、ちょっと寄っておいきよ。なんだ？占い師？そうさ、よかったら占っていかないか？占い、面白そうですね。やっていってもいいですか、隊長さん？確かに面白そうだな。いいよ、占ってもらおうか。はい。なんだかドキドキしますね。じゃあ始めるよ。ロケスピラトス、ゾトワストリタス、グリサタニト。なんだ？欧州に古くから伝わる呪文です。本格的でワクワクしますね。わかったよ、真実は見えた。可愛らしいお嬢さん、あんたこの男のことを愛しているね。あ、愛してるって、そんなこと絶対にありません。クラリス、すまない。俺は君の気持ちに応えられない。あなたは何を聞いてたんですか？地獄に落ちてください。俺を愛して、あれ違ったの？嫌いではないですが、愛してもいません。そっか、勘違いしてすまなかった。仲がいいね。だけど行く前にもう一つ聞いておいき。どんなものでもいつかは壊れるものさ。なぜなら影はいつだって隣にいるものさ。だからうまくいっていると思っても必ず後悔する時が落とす。それを避けたいと思うのならば助言の一つ。
逃げるのはね、何も悪いことじゃない。そうですね。貴重な助言をありがとうございます、占い師さん。一番人気のお店です。このお店のことを知ってるなんてちょっと意外でした。いや、雰囲気が良かったから入ってみただけさ。有名な店だったんだろう。はい、雑誌の特集でも銀座デートの定番として必ず載ってますよ。そうなのか。じゃあ、じゃあデートは成功かな。そうですね、本当に楽しいです。でもそれは人気のお店だからじゃなくて。え、何か言ったかい。なんでもないです。ここが銀座か。うまそうな人間どもがゴロゴロ嫌がるぜ。いけねえいけねえ。まずはどう味見するか考えねえとな。さて、楽しみだな。疲れましたね。じゃあ少し休もうか。デートって楽しいんですね。こんなに楽しんでいいんでしょうか。どういう意味だ。それはどう見える。よく見えねえな。もうちょっと前に出た方が。押すなって。隊長、私もしかしたら。あ、危ない。うわ、なんだ。初穂さん、さくらさん、二人とも何をしているんだ。え、いや、なんでもねえから。その通りです。失礼しました。なんだあれや。二人とも心配だったんですよ。何が。さあ、何でしょうね。今の。隊長、あそこです。助けて。女の子が。あの人は海です。まずい。絶対に助ける。間に合え。隊長、落ちちゃう。隊長、メイン、メイニオスタパウガスコンカート。今のクラリス。
クラリス。おかえり。で、ケースを変えてどないしたんや？なんかあったんか？いえ。小町さん、クラリスを見ませんでしたか？さっき帰ってきたみたいやで。自分の部屋におるんやないか？クラリス、いるんだろう。ここを開けてくれないか？ごめんなさい。ごめんなさい。神山くん？支配人。浮かない顔をしているわね。何かあったの？実は、クラリスが。なるほど。そんなことがありましたのね。クラリスのおかげで、俺も女の子も助かったんです。それなのに、なぜ逃げ出したんでしょうか。クラリスは。クラリスは、何かを隠しているんですか？あの力は。そうね、彼女が持つ闇、隠しておきたかったものがあの力よ。クラリスさんはね、自分の持つあの力、十魔道を恐れているのよ。十魔道？それがあの力の名前なんですか？クラリスさんの家は欧州の古い家系、代々魔道書を作ってきた一族なのですわ。彼女はその魔導書を使って強力な力を使うことができるのよ。なぜその力を恐れる必要があるんですか？それはクラリスさんに直接聞いてちょうだい。私が言うよりその方が良いと思いますわ。クラリスさんのことよろしく頼んだわね。はい、わかりました。楽しみにしてくれてるんだ。デートの時も
私を楽しませようとして、いつも私を気にかけてくれて。神山さん。隊長、待ってください。聞いてほしいことがあるんです。あの、神山隊長はどこまでご存知なんですか？君の力のことかい？さっき支配人から教えてもらったよ。あんな力があるなんて、私気持ち悪いですよね。そう思う人もいるだろうな。確かにあの力は恐ろしい。でも同時に素晴らしい力でもある。何よりあの力のおかげで女の子と俺は助かったんだしね。あれは偶然です。この力はそんないいものじゃありません。私の、いえ、私の一族の力は破壊しかできないものなんです。私の一族は古の時代より時の権力者のもと、あまたの戦争でこの力を振るいました。城を打ち滅ぼす時は豪華を起こし、町を守る時には嵐を呼んだそうです。この力は、一族の歴史は破壊の記録です。長い歴史の中でどれだけの被害を与え、どれほどの命を死に至らしめたか。呪われているんです。この力は忌まわしい呪いなんです。私はこんな力なんていりません。欲しいのは安らぎを与える力です。破壊しかできない魔導の呪文ではなく、読む人に喜んでもらえる物語を書きたいんです。もう書いているじゃないか。読ませてもらった脚本はとても面白かった。さっきも言ったけど、楽しみにしているんだ。神山さん。私にできるでしょうか？たくさんの人に喜んでもらえる物語。できるさ。俺は信じてる。だから、君の物語を書き続けてほしい。これからも、ずっと。神山隊長を信じてみます。うん。私の力は破壊の力。でも私はもう一つの力を持っている。物語を生み出す創造の力。それは錯覚かもしれないけど、でも信じよう。みんなを、隊長を、そしてみんなが信じてくれた私を、今だけは。神山だけど、今大丈夫かな？はい、どうぞ。やっぱり。クラリス、あまり寝てないんじゃないのか？すみません。ちょっと詰まってしまって。無理はしないでほしい。脚本も大事だけど、それ以上に君の体が大切だ。
つけます。あとは最後のセリフだけなんですけどね。なんだそれ、じゃあもう終わったようなものじゃないか。いいえ、これが一番大事で、そして一番難しいんですよ。どんな言葉が心の奥に残るんでしょうか。コウマの出現を確認。クグツキ兵が次々に現れているとのことです。民衆の避難は警察と協力して実行中や。わかりましたわ、急いでちょうだいね。芝君、機体の整備状況は？もちろん全て完了してますよ、スミレさん。こんな短期間で本当に全機動くのか、レイジ。美人のお願いには何としても応える主義でね。おかげでかなり寝不足だがな。おいおい、フラフラじゃないか。まあ、ありがとうな。神山くん、花組の出番よ。無限で出撃してちょうだい。はっ。あの、すみません、私。ん？どうかしたのか、クラリス。いえ、すみません。やっぱりいいです。さて、それじゃあ聖十郎、お前の戦いぶり久しぶりに見せてもらうぜ。ああ、任せろ。よし、行くぞ、みんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。敵クグツキ兵を殲滅する。了解、全員で頑張りましょう。我らに星の輝きを。アナスタシア・パルマ、出撃するわ。今度こそ私の戦いを見せてやるぜ。アザミ、頑張る。無理はするな、初めての機体だ。慎重にいて。無限、私の力を引き出す機体、この破壊の力を。それじゃあ一つパーッと行こうかね。魔限空間展開。歌舞伎座周辺に魔限空間が出現。全員衝撃に備えて障壁をぶち破りますわよ。衝撃丸突撃。